はい、というわけで今回なんですけど、今日発売するオーラ編第3弾エターナルプレミアムですね、早速開封していきたいと思います。こちら今回は注目してるカードって言ったらなんだろうな、まあ牛カツとあとキャンベロレゾスターあたりが出てくれるとまあ嬉しいですね。注目カードだったらその都度ピックアップしていく感じでいきたいと思います。で今回なんだけど、まあ一応その総括なんですけど、新規で始めるにはかなりいいパック、そのそこそこ強いカードが多いんですよ。そのガチ環境で使うには一歩及ばないけど、その公認大会とかまあちょっと友達と遊ぶぐらいで使う分にはかなり使えるカードが多いので、まあ、そういう点でも新規で始めるからにはおすすめできるパックかなとは思います。めちゃ無視してとるけど、え、なかった？これとか、ああ、そうか、トップギア、これ何、え、ガードストライクついたの？ガードストライクついたの俺紀元前すぎる、ね、あ、これ結構強いね。なんか速攻に受けを出してきたか。なあ、既存の速攻デッキって基本的にその赤単とかもう脳取りだからさ、6点作れたら負けだったけど、まあこういうのが出たせいでちょっと楽しかったよね。あのまんまも入ってるから、ああそっか、あれやばいよな。で、Z ですね、まあ、これはそこそこ強そうです。ただ、まあ、その問題点としては、まあ、光の4コス以上のレクスターズまともなのがあんまりいないので、まあ、そこがちょっと課題かなという。まあでも普通にあれか、エボルピアとかから直で進化する分にも OK てか、ね、そうやって出さないと踏み倒しが間に合ってない可能性がある。手札以外からカード出さないとか言われても、ドア3ターン目に出てくるから、うおー来た、ビッチ、あっつアジアンカンフージェネレーションのすごいよなこれ、 CD ラスト書いてる人のあれなんよ。お、まんまですね。これは相当強いね。これ相当強いと思います。ただ、なんだっけ、このまんまのジョイボカムです、俺は。毎ターン終了時に手札回収できるやつ。あ、監獄入道。監獄入道がクソ強いから、そこと選択になっちゃうんだよね。で、監獄が強すぎるから、もしかしたら、こだまんま GS は、監獄入道の5枚目以降の役割として入る可能性があります。はい。あ、で、ごめんなさい。これちょっと後で始めますね。ミルザミミラも話します。はい。まず、モモキングダムネックスなんですけど、まあ、こいつは、多分なんだけど、いろいろあるじゃない。キングマスター3種の中では、まあ、一番使うのが難しい、うん、と思います。弱いかと言われたら怪しい。わからん。とりあえず、クソみたいな使い方としては、デッキの中に1枚もレクスターズ入れずにこれ出して、タイムチェンジャーでユニバース2枚セットした後、学校とかでこれを爆発させると、ユニバースが残るから。そう、誰と叩くっていう。あれやばいな。あ、100円フォーですね。これ相当強いですね。これ相当強い。多分、ノーマルだと一番強いんじゃないかな。フラット工房でもシングルの値段は一番高いです。300円かな。相当強い。まあ、だって、速攻視点、これアタックします。これ踏みます。2マナあったとして、これ出て3マナ。こいつが 4ブースト、実質。開始のターンマナよくから8マナまで出ると。これ、これで上げてる。5分。これね、かわいそうなの。6マナシンパシー、クリーチャー。握手できんの？どういうこと？どういうこと？どういうこと？握手する相手おらんから。あ、こういうこと？めちゃめちゃかわいそうやん。はいはいはい。で、クルトジですね。クルトジです。まあいい、悪くないな。で、あとそうか。この、あれか、ミルザビミラも話すか。ミルザビミラはなんか、大竹がおすすめしてるカードっすね。変な効果してるよね。自分のターンの割にこのターン中に破壊された自分のディスタンス全てで墓地から出すってことで、まあ、ササゲールで破壊して、ザビミラ出して、ターン終了時に捧げるで破壊したやつが出てくると、だチップもう一回使えますよってことなんだけど、まあ多分ガチ環境だとだからって言われる可能性はある。ただあ、これもやっぱあれだね、今後出てくるディスタス次第ではぶっ壊れるから、まあ要注意ではある。であるさですね。これも相当強い。まあこいつはうちの動画でよく解説してるんですけど、まあめちゃくちゃ強いですね。これもさ結構強くね。どれ？ボイルチャージャー、ね、2以下の。これ3にしなかったのは偉いというか、緑飛ばなかった時のマナ伸ばす手段の一つとして、うん、まあ確かに第3選択肢ができたよ ね、はいはい、しかも2コス以下の一応メタクリも殺せるし、だからテサロスは取れるか。そう、テサロスもミスを倒せるし、はいはい、それは強いわ。で、インフモメント、これは、まあ、多分なんだけど、まあ、一番無難に使うならマーシャルとかだと思います。まあ、手札抱えるデッキと相性はいいでしょうね。手札の枚数以下のコストも抑えてクリーチャー全てバウンスだから、うん、多分マーシャルとかにいるとそこそこ強いんじゃないかなとは思ってます。マジで今まで全面除去できなかったしな。そうそう、いやこれ結構やるやつだと思うよ、個人的に。あんま注目されてないけどね。はいはいはい、マジスティックさん、まあ、この辺とはね、別に弱くはないみたいなやつ。別に弱くない方が多いです、今回は。で、メトシャーバジラスター。これもちなみに別に弱くないですね。トリプルブレイカー、サンドロー。で、アタックするとき、相手のクリーチャーのコストの合計が自分の手札の枚数以下になるように2体まで選び破壊する。まあ、強いですよね。動揺しながら除去入るんで、絶対的に強いんですけど、うん、まあ、うん。そうだね。深くは語らない。深く語る要素がない。うん、まあ強いね、ぐらいのあれですね。なんかある？他注目は。今のところないか。お前がさっき言ったやつやな。環境的にはどうかと思うけど、お、ダムダムジョーカーズですね。お、とバルハルザーク、ちょっとこの2つを解説しましょう。ダムダムジョーカーズは、まあ、ブラッディクロスの5枚目以降としてカリオドにワンチャン入れれるんじゃねという。相手落とす人なくない？だって自分の墓地からやれば最終的にカリオドにブラッディクロスループするから。
あ、そういうこと。そうだ、ブラディクロスの5枚目として使えるよねっていう話。マジ？いや、使えるだろ全然。ブラディクロスが1000だからアンデッキ。ただカリアドネが弱いっていうな。え、待って。でも弱くないんじゃない？ブラディクロスが5枚目になるよ。ブラティクロス制限だもん。え、今制限だっけ、ブラティクロス。あれ制限じゃないっけ、ブラティクロス。4枚使えるよ。あ、そうなの。おい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 、カリアドネ嫌いすぎだろ。びっくりした。知らなさい。まあ、バルバルザークスね。これ、なんかちょっと世間のあれを見てみると、なんだっけ、ガイアトム6がちらついてるせいで、なんか、ちょっと評価低いんですけど。これは、あれなの、使われてやっとわかる強さ。これ使われてやっとわかる強さなんで。で、出ましたロマノフゲリラ。これ結論としてはガチ環境だとちょっときつい。11マナがきついっすわ。11マナがきついんだけど、普通に遊ぶ分には相当使えるんで、あの新規でデッキ作るんだったらロマノフゲリラデッキ作ると多分3000円台でデッキ組めると思います。相当いいカードだなと思いました。あれやね、ネクラカラーでディスタス組んだらこれになって、うん、シータで組んだらボルバラ8が多分そうだ ね、 そうなる。100名とか経由して出すと相当マナ軽くなるんで、まあ多分余計なこと考えずに普通に出すか、まあ余計なこと考えてホーガンブラスターで出すか、うん、どっちかだと思います。おおまあまあまあ最強マジ。相手の進化ではないクリーチャー出たとアタックで、あーこれあれじゃん、ドルガンチョリスブロッカーじゃん。そうそう、で捧げる持ちでしょ。これはねボルバル8入ってるデッキだと相当強いんじゃないかな。受けとしてまあ最有力候補4枚持っといて間違いないんじゃないのこいつは。はい、まあ売れそうだねこれも。これは売れそう。フラットコンボこれいくら？これを50円。最低値か。あのまあ4枚持っていいと思います。とりあえずパックがないんだったらこれだけシングルで買っていただいても全然ありかな。はい、お、なんかちょっとで2つ紹介します。こいつは知らないな。トリガーで知らんのかい。え、あれ1体タップか相手の3コス以下のフィッシャー1体赤いで捧げるのか。あー、まあ5万トリガー、いやそれ1体無理しなくていい。まあ、まあ、無理か。だいぶ息苦しそうだけど、ちょっと息苦しいか。ちょっと息苦しいか、さすがに。いやちょっと、まあ、弱くはないんじゃない。弱くはない、ギリギリいけると思うぞこれ。腹立つのが弱いって言い切れないのが。そうそうだね。そうだよね。だよかったよかった。でスターダムガブとはこれ、実はあのあれですね、この段に入ってる大カブト3マスターってやつがいるんだけど、まあいつがその6マナの、なんだっけ、侵略4コス以上のレクスターズってところで、うん、まあこの上に乗せれるから、まあ、そういう点で強いですね。で出ましたボルバル8、ね、まあ雑に強いんじゃないっていう話だけど、まあこれも雑に強いんじゃないっていうレベルの話で、まあ別にそんなにめちゃくちゃ強いかと言われたら今んとこ怪しいかなとも思ってんだけど、完成した敵出てくるのもう1段後とか後じゃないかな、うん、じゃないかな。そのやっぱそのエクストラターン条件が4体破壊だから、うん、専用デッキ組まないとそのこいつの真の実力を発揮できないんだよ ね。踏み倒して出しても破壊できんからエクストラターンなくてってところで、まあちょっとむずいなと思ってるわ。色が強いなもん、ね、でゴリオブゴリ、これはちなみにフラットコボの中で下 1,2 争うレベルでベリーながら弱いです。こう惜しいんよ。もう一個あのパワーがもう1000強いだけでティア上がってたんですよこいつに関しては。4マナ6000バトル中倍になるから7000、じゃあ1万2000か、1万2000でマッハファイターっていう4コスのスター進化なんだけど、このゲームは1万2500以下に人権がないんですよ。やっぱその1万2500にアルカディアスモモキング、1万3000にドギラゴンバスター、ドギラゴンノバがいる時点で1万3500以上ないとパワーが高いとは言えないんですね。なのでそういう点でこれはなんつうかな、アタッカーっていうか、そうクリーチャーを除去するために出てきてる存在なのにそっちしょれないから、まあ弱いな、まあそうだ。これはもうはっきり弱いと思います。それと対面した時に荷が重いよ。はっきり弱いと思います。これは、はい。ダラムスター。かっこいい。スター進化侵略ダブルブレイカーで、あーワンドロした後あれかバウンスして出せなくするっていう。まあこれもあれだね、遊ぶ分にはってカードですね。そんなに。バカっこいいよね。まあバカっこいいねこれ。ほんまに。多分時代がちょっと前だったら相当強かったと思うんだけど。はい、というわけで2ボックス目開けていきまーす。お、骨ビジネスだもん。へー、え、骨ビってさ、4000だっけ元。あ、3000だよね。元3000、はあ、上がってるよね。お、なんかこれは1枚捨て1枚引くなんか、あーこれじゃなくていいんだよ。100目っぽい感じね。はい、この辺で注目する方は特にない。まあ、なんかドラゴンがこれを押してた。え、ドラゴン、あドラゴンね、はい、うちのドラゴンが今自分ターンで相手はパー5000以下のクリーチャーでアタックできない。ああでもそうか、ドルガン防げるか。え、アタックされないじゃないからかん、うん、されるか、される弱いやないか。プレイヤー付与だったらちょっと強かったんだけどな。あ、まあ、この辺はちょっとまあまあシリーズですね。フラット工房特製スターターデッキとか作る分には良さそうなカードが多い。で Z、 これはコルテオの上位互換ですね。まあ、大事なカード忘れてる。どれやったるわ。ああ来たか、やったやったらは、まあ、別にこいつ自体が弱いカードじゃないんで全然ガードストライク使う分には全然強いと。でこのコルテオの上位互換ですね。トリガーで、自分のクリーチャーの数分タップできて進化パワー持ちと。強いんだけど、これは大滝曰くあのレクスターズは他に強すぎるやつが多いというところで、この相対的に、まあ、一段組がね、そうそうそう、強いよな。キラスターに入ってるレクスターズ陣が強すぎて、そのこいつの入る枠が全然ねえって言ってましたね。
まあ、ただ結局、まあ、一応法律バグもどきみたいな効果は持ってるんで、まあ、メタの一角としてあのワンチャン採用はあると思いますよ。その結局キラスターってトリガー入ってないと思われがちだからさ、そういう時に変に6点で突っ込んできた時にこれでカウンター取れたりもするんで。ローの効果はこれ何が対象に来たー。ネオグールピオです。うわ、急に来た、ね。これは一応なんだけど、最初俺の中でめちゃくちゃバカにしたんですよ。これあの相当終わってんじゃないかっていう話してて、まあ、9マナで出してそのマイナス5000したところで今更何が変わるんやというところで、ろくなカードじゃねえだろうと思ってたんだけど、100名4と組み合わせると、まあ、一応ワンあるなっていうのはあって、まああれか、一応マナから出るから、そうだからこれマナ置いといてトリガー100名した時に相手が速攻デッキだったら、じゃあ100名砕いてこれ出しますで、はい、あなたどうすんのっつって勝っちゃりするんで、正直なくはないなと思ってます。最初めちゃくちゃバカにしようと思ってたんだけど、バカにできるほど弱くないですこいつは。なんでこいつらな、まあ、なんでこの2枚かは分からん。それは分からん。マイナス5000ってさ、確かあったよ、ディアボロスゼータが確かそう。ディアボロスゼータ上位なんで、なんかさ、その接合したやつさ、関係ない能力、関係ない能力ばっかりあるよね。なんか、あね、適当に人形カード繋いどるあれやな、ね、あれ爆音 5000GT スターとかさ、絶対あれじゃん、関係ないやん、2つとも。これもやばいわ。だからジャガエールさ、ね、SAW ブレイカーで、でならん、このターン自分のフィジャスブルドクターね。ああ、ジャガルザ関係ないね。しかもなんならこいつの、あ、じゃあ誰か分かられてないと思う。上に乗ってるやつ。確かに。アレックスですね。はい。結構注目カード、これ、実は。え、ギンポン結構強くね。お宝だったからね、これ。うん。で、レクサーついてるよ。ああ、はい。まあでも、どうなの？いや、俺は結構まだ大丈夫だと思う。オッケー。ね、お、バイロンですね。まあ、これはまだ使えるんじゃねっていう話は出てますね。墓地から召喚できて3コスなんで、実質。まあまあ別にレクスターズを墓地から召喚できるっていうそれだけが強くね。いや6あるんだけど墓地2枚あったら3で出るんよ。でそいつ含め2枚だから、おだもうパオンピエンパオン、そうピエンパオン、これでいい、ね、だピエンパオンこれするデッキ弱くね。弱い2、3でこんなもん出てこられても困るけどな、正直。ああっつって、じゃあカツキングでっつって、ね、これえぐいよな、本来一番えぐいカードね。マジ4ボックス買わんと揃わんのよ。え、嘘、だってレアだもん。レアだから、あ、蓄積されたシリーズなのにさ、はこれ出ないとダメなのよ、ね、あ、こいつはなかなか蓄積されんのよ。蓄積されんのよ。よいしょ、はい、お、これは他のグチャイテンスピアだったんだよ。あー、ろくな効果じゃない ね。お、100名です。本当か、ちょっと悪そうじゃないそれ。これあれでいい、え、あの、あ、何だっけ、オーリーでしょ。そう、オーリーで言います。悲しき、まあ、1000パワー高いからそこで差別化してください。後出し診断の弱すぎる。これを LP1、 あ、これはね、あの多分今後過労死されるだろうね、おそらく。まあ、今後ディスタスっていうデッキタイプが流行れば流行るほどエルフィは入っていくんじゃないかな。これとあとメリクリ1はまあ全然もう4持っといていいんじゃないですか。メメントとか生き残ってたら使われる、もっと強そうだな。まあほら、それはムルムルが出たじゃん、あれ系、うん、役割不足な気もするけどな。まあそうだな、うん、一番強い能力がなくなってるから。ジョースター張り替えっていう用途でさ、使ってるやつ、使おうとしてるやついるけどさ、それは他で良くない？超英雄タイムとか、まあそうやね、だってね、 D2 の張り替えでしか使えんカードのためにムルムル入れる理由わけわかんないんだよな。バムスされてよ。これはもう別に体力だからいいでしょ。あ、来たね、言ってた、来たわ、サンマスター。サンマスターこれですね、あの侵略で出てきて3ブーストっていう結構イカれてるカードで、なんか世間の評価あんま高くないんですけど、個人的にはまあやるんじゃねとは思ってるから、まあ悪くないと思いますし、ネタデッキご用達、あのドルツバイアステリオみたいな感じになるんじゃないかなとか思ってます。はい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 、まあまあ、はい、で、アッカン2ですね。アッカン2は相当強いです。はい、こいつはもう間違い、こいつ自体はもう4持っといて間違いないんじゃないかな。とりあえず買っといていいと思いますよ。はい、でキャンプロリゾスは来た、お、完璧。まあ、これが多分トップレアですね。はい、おそらくこれがトップレアになるだろうと。まあ1体だけいかれてます。はい、こいつだけなんかあの他のアダムスターとかと比べても能力が高いですね。はい、メイクリワン、これはまあ紹介した通りだな。ジャストダイバー、まあ強い、まあ強いよな、本当に出たんだなと思った、普通に。まあでも確かに相性いいよな、ジャストダイバーとあれは、ササゲールは。はい、でアブザドルバスター、あ、これあの一番弱い。ベリーでおそらく1に争うって言ってたけど、片方はこれです。あの、ちょうど力不足なの。5バナ6500、スター進化ダブルブレイカー、チップで1枚シールド墓地置いたらマイナス9000で、アタックするときカード1枚引き1枚盾追加。でも、いやでもこれこっちの方がまだ強いわ。だってこれ、だってトリガー仕込めるからトリガービートみたいな感じのデッキに組めるじゃん。今一度見比べてあげるわ、うん、って考えると、いやだからこれよ、これが問題だって。
こっちまだ強いわ、そう考えると。こっちの方がまだ器用なことできそうだ。こっちの方が器用で、立てし込めるんだからさ、全然しつかみちゃうわ。だこれ、これやばいわ。これやばいな。何のために生まれてきたのか分からん。こっち30円2000円。こっち30円したけど。これなんか30円なんか申し訳なくなってきたわ。これでも、買われてくれ。これは絶対、これや、これが一番やばいな。あ、え、まあ。ちょ、待って。すごいの気づいた。これ自分のクリちゃんなんだ。俺、このクリちゃんだと思ってたわ。あれ？いや、でも弱いか。でも弱いか。でって感じか。でって感じだな、ほんと。はい、以上です。はい、で診断の総括なんですけど、悪くないカードが多いです。悪くないというか、そこそこ強いカードが多いんで、新規で始める方にはおすすめ。ただ、まあ、うん、ガチ環境にそんなに影響を与えるカードはあんまないんじゃないかな。まあ、特にこのキャンベルスターとかは、多分直接影響を与えられる可能性全然あるんですけど、その他だとそんなにないと思います。まあ、ギュカーツも結構世間的に評価高いんだけど、なぜ重いんで、まあまあ、メタの一角に入ってくることはあるかもしれないけど、環境の中心に鎮座することはなさそうだなと思います。うん、だからまあ、遊びたい方におすすめのパックということで、以上、オーライ編第3弾、エターナルプレミアムズの開封でした。